夢でも見たんじゃないの？人の支配など及ばないほど夢は深淵で。それってなんだかミステリー？大丈夫、幻想が実体化するなんてありえないの。焦っちゃダメ、治療はまだ始まったばっかり。非人間的な現実世界にあって唯一残された人間的なるものの隠れが、それが夢だ。私もう自分のことがわからない。抑圧された意識が表出するっていう意味では、ネットも夢も似てると思わない？心のどこかにしまったはずのもう一人の私、もしもそれが勝手に一人歩きを始めたとしたら。私、あの時トラックに轢かれて、それからずっと夢の中なのか。ただ記憶の連続性、それだけを頼りに私たちは一貫した自己同一性という幻想を作り上げている。お前はただ逃げようとしているだけだ。現実から逃げてはいけない。その場しのぎの救いなどまやかしに過ぎない。どんなに苦しくても目を背けず、一緒に乗り越えていこう。嘘から出た誠じゃないか。大事にしろよ。気にすることなかったんだぜ。俺たちの映画を地で行ったんだ。夢から覚めたのか。おはよう。